丸山新平さんでパールで学ぼう文系プログラマーのための知識ゼロからのデータ構造と計算量。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん温かい。ちょっと簡単に自己紹介からさせてください。新平さんとか猫型さんっていう名前でよく呼ばれてるんですけれども、最近リラクっていう会社に就職しまして、仕事ではスカラとかパールとかルビーってやってます。でリラクって会社は皆さん聞いたことないと思うんですけど、ちょっと一言で何やってるかしか言いにくいので、もし興味があれば懇親会とかで話しかけてください。で、GitHub は新平 M っていうアドレスじゃねえ ID でやってて、プロセスブックっていう日本語で UNIX 系のシステムのプロセスについて説明するドキュメントみたいなのを書いてたりして、これ結構スター357もらってて、皆さんありがとうございますという感じです。で、ちょっと前まで新潟に住んでて、新潟 PM の主催です。で趣味でバンドやってまして、11月14日に高円寺ペンギンハウスっていうライブハウスでライブやるんで、ぜひ来てください。これペンギンハウスって、これこういうオフィシャルの他にウェブサイトのヘッダー画像がこれなんですけども、皆さん気づくことがありますよね。ペンギンなんですよ。つまり Linux なんですよ。なんでこれ皆さん Linux 普段使ってる方は絶対これ来た方がいいっていう感じです。で、ようやく本題に入るんですけど、今日はこういうことをやりますと。で、タイトルにもある通り知識ゼロからのという感じなんで、もうこんなこと知ってるよみたいな人は、結構ね、裏の番組もすごい面白いトークたくさんあるんで、遠慮せずに途中退出とかしていただいてもいいんで、そんな感じです。でですね、今日はデータ構造と計算量についてちょっとやっていくんですけれども、事前準備としてどうしてもね、先に知っておかないといけない前提知識っていうのがあるので、まずちょっとそこから話をさせてください。主に、プログラミングにおけるメモリの扱いの話になってくると思います。で、メモリとプログラミングの関係ちょっと知るのに一番いいと思うのが、ちょっと C なんで、ちょっと最初は C の話からするんですけど、そんな難しいコードは出てこないので、リラックスして聞いていただければなと思います。はい、こういう簡単なコードですね。ABC って変数宣言して、で A と B 足したやつを C に入れて、それを表示するっていうだけのすごい単純なプログラムなんですけれども、これじゃあ実際に実行するときにメモリの中で何が起きてるのかっていうところからちょっと説明をさせてください。はい、変数を宣言すると、今回イントですけど、これ環境にもよりますけど、イントを表現するに4バイト必要ですと。なんでそうするとメモリの中に4バイト分の環境によるんですけど、4バイト分の領域を確保しますと。で、今この四角が4つ、白い四角が4つあると思うんですけど、これ1個1バイトだと思ってください。そこに1を代入するとか、何するかっていうと、そのメモリ、確保されたメモリのところに CPU が1っていう値をバッて書き込んでくれてると、そんないうような感じだと思ってください。同じように、int b イコール2のところも4バイト分確保して、そこに CPU が2っていうのを書き込むと。で int c、これは宣言だけしかしてないんで、でも宣言した時に、こういうふうに4バイト確保されるんだけど、その中身は未定義であると。だからこれ今ここで C を表示しようとしたら、どんな値が出てくるか分かんないよっていう感じですね。で、ここ足し算してるところなんですけど、これはその CPU がさっき確保した int a の4バイトのところから1って値読んできて、で b ところからも同様に2っていうのを読んできて、で足し算したやつを int c のところに CPU が書き込んでくれると。こういうふうに単純なプログラムなんですけど、内部では、メモリが確保されて、でそこに値を書き込んだり読み出したりしながら計算が進んでいくというような感じになってるんですね。はい、ポイントとしては、よくプログラミングの初心者向けの本とかだと、変数は箱のようなものでって言ったり、モナドは箱のようなものでとか言ったり、関数は箱のようなものでって言ったり、全部箱じゃねえかみたいな話になるんですけど、変数は箱じゃなくって、実際のメモリでそこに値が書き込まれてるんだよっていう。なんで、もちろんたくさん変数たくさん用意するほど、メモリを消費します。さっきちょっとここ書いてる言い忘れたんですけど、本当はこれ関数の中で宣言した変数はスタック領域っていうところに積まれてとか、いろいろ細かい話もあるんですけど、今回関係ないんで無視します。要するに変数は箱じゃなくて、メモリ上にメモリ上にその領域が確保されるんだよっていうことを意識してくれれば、変数とか値っていうのはそういうふうにメモリ上に用意されるんだよっていうことを意識してくれると、この後の話が聞きやすいかなという感じがします。で、もう一個事前準備でやんなきゃいけないのが、どうしてもちょっとポイントだけは避けて通れないので、そこについても説明するんですけど、これ
変数も関数もモナドも箱ではないと分かった皆さんにとってはですね、そんなに難しいことじゃないんですね。今回はショートの変数を1個用意して、それに対するポイントを用意しますと。で、そのポイント変数そのまま表示したり、アスタリスクつけて表示したりすると、まあ、こんな値が出てくるよみたいな。今1万っていう値が出てきてますけど、これ実は実行するたびに値が変わって、要するになんか1万って別に1に代入してないし、なんかよくわかんない数字が出てくるよみたいな状態になってるんですね。じゃあこれ何が起きてるんでしょうかっていう話になるんですけれども、実は確保されたメモリっていうのはバンチがあるんですね。ショートは今回まあ環境によらず2バイトだとしたら、2バイトメモリを確保しましたと。でその時にその2バイト確保した分の先頭の値、先頭のバイトですね、ここのアドレスが1万番でしたと。たまたまね、確保するたびにこのバンチ変わるんですけど、たまたま1万番でしたということにしておいてください。まあ、ここまでは OK ですね。で、次の行の A に and つけてるじゃないですか。この and どういう意味かっていうと、その中身じゃなくて先頭のアドレスをくださいっていう意味なんですよ。で、今度、左辺に注目すると B っていう変数にそのアドレスを入れてるよって話になるんですけど、で、これちょっと混乱しがちなんですけど、ショートへのポインタっていうのを宣言してるんですけど、ショートアスタでね、ポインタ宣言してるんですけど、結局入ってくる値っていうのは and A で取ってきたバンチなわけなんですよね。で、それってイントで表されてるんで、イントと同じだけ、メモリ領域は確保しないといけないんですよ。ね、ここだって、B って何が入るかって、ショートが入るんじゃなくて、1万番っていうイントの値が入るんで、なんで4バイト分確保しなきゃいけないと。で、そこに1万番っていうのをそのメモリの中に書き込んでるという感じなんですよね。1万番っていうのはどこなのっていうと、その A の先頭だよみたいな感じになっていますと。で、なんでそのポイント変数をそのままプリント F に渡しちゃうと、その変な数字が出てくるよっていうのは結構当たり前っちゃ当たり前の話で、だってそのメモリの位置にはその、B のが確保したメモリの位置には1万っていう数字が入ってるんだから、それをそのまま表示したらそれ1万が出るよねっていうだけの話なんですね。で、そのアスターをつけるとどうなるかっていうと、前にアスターつけると、そこのメモリの中に含まれてる値じゃなくって、そこのメモリの中に書き込まれてるバンチを見に行くぜっていう意味になるんですよ、アスターつけると。でそうすると、まず1万番を見に行きますよね。でもここでちょっと難しいのが、1万番を見に行くんですけど、この1万番って先頭のこの A の先頭のアドレスを指してるんですよね。でそこから何バイト読めばいいのか分かんないんですよね、それだけだと。でそこでこの型が大事になってきて、ショートへのポイントだよっていうのは型情報に書かれてるんで、ショートが2バイトだったら先頭から2バイト読んであげれば、その A が指してる A が確保されてるメモリを過不足なく読み込むことができると。いう形で、それでようやく A の中身を読み出すことができるみたいな、ポインターって要するにそういう仕組みなんですよ。箱だと思うとちょっと難しいんだけど、なんだメモリにそういう風に変数があるって考えれば簡単なことじゃんって感じなんですよね。うん、まあ、こういう風に、ある特定のバンチとそこから何バイト読めばいいのかっていう情報があれば、そうですね、値につながるための値みたいなやつ、今1万番っていうのがあって、それから2バイト読むよっていう情報がその B のところに入ってるんで、そこ読めば A の位置が分かるみたいな、そういうのが、そういう仕組みでできていますと。はい、ポイントはこういうことですね。はい、で、練習問題っていうのも実は作ってあって、まあ、こういうのあるんですけど、これポイントの練習問題としては結構いい練習問題ではあるんですけど、データ構造の話からちょっと脱線しちゃうんで今日はすっ飛ばします。後でスライドアップするんで、気になった人はちょっとなんでかなっていうのを考えてみてみると、理解が進むかなと思います。で今日はヤプシーなんで、C の話ばっかりしてもどうしようもないんで、で、Perl の場合はじゃあそれどうなってんのって話もしたいと思うんですけど、結局 Perl も C の時と事情は一緒で、スカラ変数、アレ変数、ハッシュ変数を3つ宣言して、で、さらに、スカラリファレンス取って、それを変数に1個代入して、それを表示してますよ、みたいなプログラムなんですけど、これも一緒です。Perl におけるスカラッチって C のレベルだと SV っていう構造体で表されてるんですけど、
スカラ変数を宣言してそこに値入れれば、あのその分 の, あの SV っていう構造体が必要な分だけメモリを確保しますと。で、アレイも一緒。アレイバリューで AV ですね。AV の、に必要な分だけメモリを確保しますと。HV、ハッシュバリュー、ハッシュは HV、ハッシュバリューで HV っていう構造体に必要な分だけメモリを確保しますと。で、ここの行は、スカラに対するリファレンスを取っていますと。でこれさっきのポイントと一緒で、さっき確保したスカラバリューがどの番地にあるのかっていう情報が書き込まれた特殊なスカラバリューが、メモリ上に確保されると。まあ、こんな感じでやってることは全然 C の頃と変わんないわけですよね。なんで C と一緒でそのポインターみたいなさ、リファレンスをそのまま表示してあげると、その指す値じゃなくて、リファレンスがそのどの番地を見に行ってるよみたいな情報が、スカラでこの番地だよみたいな情報が、出てくると。これなんかね、パールかけて、で、リファレンス忘れた時によく見る表示だと思うんですけど、まあ、そういうことなんですよね。で、で、リファレンスしてあげれば、その、中身のアドレス見に行って、アドレスのやつを読むことで、その指し示す方の値を取ることができるみたいな。まあ、これも完全に C と一緒なんですよ。というわけで、こういうことですね。C もパールも変わらないよって話なんですよ。で、ようやく本題のデータ構造の話に入れるんですけれども、基本的にデータ構造って今の2つだけで、いろいろ表せるんですね。値そのものと、あとどっかにあるメモリのアドレスを指し示す値。その2種類でいろんなデータ構造が、実現できてめっちゃ面白いんですけど、ちょっとすいません、水飲みます。はい、エントリーナンバー1番としてですね、また C に話が戻っちゃうんですけど、C の配列っていうのはどういう仕組みなのかなっていうところからいきます。これはすごい簡単、ショートの、5つの要素がある、配列を宣言して、で、その変数をそのまま表示したり、インデックスでアクセスしたやつを表示したりしてるんですけれども、C の配列って面白い仕組みになってて、必ずその連続したアドレスに、今回だったらショート5個分の、だから10バイト分ですねのメモリを連続したアドレスに確保するっていう特徴があって、で、その変数そのものにはポイントと一緒で、その配列の先頭のアドレスが入ってるんですよ。で、じゃあこの情報から例えば3番目のインデックスが2だから3番目の、要素の値を取得したいなって思ったら、こういうふうに計算すればいいですよね。もう先頭のアドレスは分かってるんだから、そこからショート2個分飛ばしたところのアドレスを読みに行けばいいよねっていう形で、よいしょ、こういうふうに、先頭とあとそこからどっからどれだけ離れてるかが分かっていれば、その値を読みに行くことができる。で、これで、複数の値を一挙に扱うみたいなことができるようになってるのが C の配列なんですよ。まあ、配列も C の配列も立派なデータ構造の一個なんですね、これ。うん。で、結構これ、僕最初知った時に、はぁ、よくできてんなーって思ったんですけど、ただちょっとこれだと問題もあって、何かっていうと、例えばこの配列今5個しかないですけど、どうしても6個目が必要になったんだよね、みたいな時に、さっきも言った通り、配列って連続したアドレスに値を取ってメモリを確保してるんで、隣に増やさないといけないわけですよね。でも隣に増やしたいんだけど、この隣って もしかしたらどっか別の変数が使ってる可能性ってありますよね。あるいは別の変数とか、まあ、プログラム領域とかいろんな大事なデータがすでにここで使われてるかもしれないと。それがあるんで、単純に1個パッて増やしたりとかできないんですよ。もしやろうと思ったら、今5個分の要素、確保してますけど、6個分の、だから12バイト分連続して空いてるところを探して、そこに、メモリをポッと、メモリをポッと確保して、でそこに今のやつコピーしてきてみたいな、結構ね煩雑なことが必要になってくるんですね。なかなか一筋縄ではいかないという感じで、でそういうのがあってちょっと困るよねっていうところで、昔の偉い人はすごい偉いので、連結リストっていう新しいデータ構造を考えたんですよ。単方向連結リストっていうのが、あって、でこれその配列だとその簡単に要素とか増やせなかったんですけど、これは結構ポンポン要素増やしたり減らしたりできるやつで、どうなってるかっていうと、要素がさっき言ったように値と
ポインタ値とあるいは参照によの組み合わせでできてるんですよ、一個一個の要素が、それぞれの要素は今赤で囲んである部分が一個一個の要素だと思ってください。丸で囲まれてる A っていうのが自分自身の値、それと、次の要素への参照っていう2つの変数を、自分自身の要素として持つ、自分自身の要素っていうちょっと分かりにくいかもしれないけど、2つの変数を持つ1個の要素っていうのが一つ一つの要素になってるようなデータ構造なんですけれども、これ多分言葉で説明してもよく分かんないと思うんで、パールで実装してみましょう。左が実際の要素の実装で、右がその要素の使い方なんですけど、先に右から見てみましょう。エレメント入して要素を1個新しく作りますよっていう感じなんですけど、さっき言った通り要素は自分自身の値と、後ろの要素への参照を持ちますと。なんで引数2つ使ってますよね。自分自身の値が1だよ。でも最初の1個目の要素なんで、後ろの要素がまだないんで、ないよって言ったアンデフを渡してあげてますけど、でこれ1個作るとどうなるかっていうと、今しゃべったように1アンデフで1個作るとどうなるかっていう と、コンストラクターが呼ばれますと。でコンストラクターの中で自分自身っていうのはどういうデータなのかっていうと、バリュー値は1だよ、ネクストレフは今アンデフが渡ってきてるんでアンデフだよっていうハッシュバリューが、こういうふうに作られるんですね。で、値が1だよと。で、その後ろにつながってるのは何もないよっていうのがメモリ上に作られますと。でそれに対して、これちょっとパール分かんないとちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ブレストリファレンス、それに対して参照を作ってると。参照を作って、で L1 っていう変数に渡してあげている、代入してあげているとということで、今 L1 に何が入ってるかっていうと、1個目の要素のを表すハッシュバリューに対する参照が入ってるんですね。はい。でじゃあ同じように2つ目の要素を作りましょうと。で今1個値作っ要素を作ってあるんで、じゃあ後ろにその要素を持つ新しい要素っていうのを作っていきましょうと。でそれは自分自身の値は2 で後ろはそのさっき作った L1 だよっていうふうにやってあげると。でこれやってあげると、さっきと同じように新しくハッシュバリューが作られるよねって話になりますね。第一引数には2与えてるんでバリューに2、第二引数にはさっき作ったエレメントを与えてるんでそこへの参照が入りますと。はい、でそれの、ブレスドリファレンス、それに対する参照をエレメント2っていう L2 っていう変数に、渡してあげてると。でこれで2と1がつながった、データ構造が出来上がりましたと。でもこの後 L1 っていう、今ちょっと灰色でやっときましたけど、もうこの後 L1 出てこないんで無視しちゃいます。でまあ同じように L3 っていうのを作ってあげる、今あった後 2L2、さっき作ったやつをが後ろにあるよっていう、で自分自身の値は3だよってハッシュバリを作ってあげて、で L3 はそれに対するリファレンスになっていると。でこれで3、2、1っていう要素を持つ、リストみたいな構造が出来上がりましたと。でこれで連結リストの実装はこれで OK ですよって言ってもいいんですけど、ちょっとなんかあまりに生っぽすぎるっていうか扱い方が、で一応リストっていうのも作ってあげましょう。右が見ると、まず空のリスト作って、そこにアンシフト、アンシフトって先頭に挿入するっていう操作なんですけど、先頭に1を挿入してさらに先頭に2を挿入するよみたいな、こういう風な、インターフェースで使えるようにしてあげましょう。まあリストの実装は左の方に書いてあるんですけど、まあこれは後で詳しく見ます。というわけでまず空のリストを作ってるところから見ましょう。空のリストを作ると 何が起こるかっていうと、コンストラクターが呼ばれるんで、ファーストエレメント、さっき要素が順々にこう後ろの要素、後ろの要素、後ろの要素でつながっていく構造が出来上がるって言ったんですけど、ってことは先頭の要素がさえ分かれば後の要素は全部たどっていけるわけですよね。なんでリスト自体は先頭の要素だけ持ってればいいよねっていう話になるんで、まあ、今空なんでアンデフがそこに入りますと。でそれに対する参照が、リストっていう変数に、突っ込まれると。でアンシフト1するとどうなるかっていうと、すいませんちょっとバッて上にあって読み見にくいですけど、アンシフトすると何やってるかっていうと、与えられた値とあと今のリストが指してる最初の、リファレンス、最初の要素か、
要素っていうのを次に持つ新しい要素っていうのを1個作るんですよ。今やっとアンデフだったんでそこアンデフ入るんですけど、まあ、要するにアンシフトすると1個新しい要素っていうのをメモリ上に確保しますと。で、で今新しく作ったのところを参照するようにリストの方を書き換えてあげると。そうしてあげると、いいですねっていう感じですね。で、2を挿入するとどうなるかっていうと、また新しい、右から2つ目の黄色いやつですね、新しい、値2を持ってさっきまで先頭だった、要素に対するリファレンスを持つ新しいエレメントができて、でそいつが、最初の要素になるようにリストの方も書き換えてあげると。でやると、まあ順々に、そうこういうインターフェースでさっきのエレメントの構造っていうのを、扱えるようになって嬉しいねって感じですね。はい、まあ、こんな風なやつ仕組みが連結リストってやつです。ちょっとここで、じゃあ3つ目の値3つ今、要素を持つ321ってさっき最初に作ったやつですね、3つ要素を持つ連結リストから3つ目の値を取得してあげようっていう時にどうすればいいかっていうと、まずリストから、参照をたどってたどって最初の要素にアクセスしますよね。でそこから1、2、3って3つ目までじゅんぐりにアクセスしていって、で最後にそこのバリューを読み込むことによって3つ目の要素の値は1だよっていうのが取得できる、こんなような仕組みになっております。でもポイントが、配列の時って連続したアドレスに要素を取らない、メモリーク、連続したアドレスのメモリーを確保しなきゃいけなかったんですけど、これって見ての通り値アドレス飛び飛びでいいんですよ。飛び飛びでいいからたまたま空いてたところ探してそこに新しい、メモリー確保してそこに対する参照を作ってあげればいいっていうだけの感じなんで、配列の時にちょっと難しかった値の追加削除みたいなやつが、結構楽ちんにできると。そういう、いいメリットを得た代わりにですね、さっき配列って計算で3つ目の要素がどこにあるかバッていきなりメモリにダイレクトにアクセスできたと思うんですけど、今回だとまず最初のところの、最初の要素があるメモリ空間を CPU が読み込んできて、でその内容に書かれていたアドレスを CPU が読み込んで、でまたそこに書かれていたアドレスを CPU が読み込んでみたいなことをやっているわけですよね。一発でアクセスできてたのに今度は、じゅんぐりにアクセスしないと目的の値が探せなくなっちゃったっていう、そういうデメリットはあるっちゃあるんですね。ただ今ちょっと一発でアクセスできてたとかじゅんぐりにアクセスしないといけないとか言ってて、ちょっとなんかふわっとしてる感じがするので、もうちょっと定量的に言えるといいよねっていう話があると思うんですよ。でそこでちょっと寄り道をさせていただいてですね、計算量の話をさせてください。オーダー法っていうのがあるんですけど、さっきだったらデータ、5つあるような配列で、計算しなきゃいけないのは一発でいけましたよねみたいなのがあって、データの数が N 個あるときに N 回計算をしないとダメだよみたいな、連結リストはそうですよね、3個あったら3回参照をたどんなきゃいけないみたいな、そういうときには O、N って言うんですけど、ただこれそんな実はそんな正確な話じゃなくて、2N 回計算しなきゃいけないとか、要素が3つだったら6回計算しなきゃいけない、4つだったら8回、5つだったら10回みたいな風な時も、とか、あとそれにプラスして、なんかオプションな操作が入るから、それプラスなんか5回計算しなきゃいけないんだよみたいな、そういう時も O、N って言っちゃうんですね。これ要するに定数項とか定数バイトとかは考えないんですよ。それは無視しちゃうっていう、ある意味結構雑な考え方の計算方法なんですね。これは例なんですけど、さっき言ったように、連結リストの計算量だったら N 個目の要素にアクセスしてるんだったら最初の要素に1回アクセスして、そこから1回2回3回みたいな感じで N-1回たどる必要があると。でもこれ最初の要素のアクセスは N がいくら大きくなっても変わんないですよね、定数です。
で、マイナス1回っていうのは定数です。だからこれ無視しちゃって、おう、かっこいいなっていうふうに、考えます。あるいは、リストの最初に値を挿入したいみたいなときには、リストって、さっき、連結リストって、最初の値から順々に、要素がつながってたじゃないですか。でもその最初に値挿入したいんだったら、その後ろにどんだけつながってるとか考えなくていいですよね。最初の要素にアクセスして、最初の要素を新しく作って、つなぎ直すだけでいい、最初。みたいな感じになるんで、これは n がいくら増えても計算力は変わらないんで、o1 みたいな風に書くんですけど、ちょっとこれ配列の計算量はもうこれいいや。で、結局なんか そんなゆるふわな考え方で何の役に立つのって私最初思ったんですよ。結局、その定数項とか定数倍とか無視するんだったら、どれくらい計算に時間かかるかとか計算できないじゃん、意味ねえじゃんみたいな風にちょっと思ったんですけど、ただ、正確な値は分かんないんですけど、特徴は分かるっていうのがあって、例えば ON ってそれ横軸がデータの個数で縦軸が計算の量だったとしたら、データが少ない時も大きい時も、データが1個増えた時にどれくらい計算が増えるかっていうのは一定なんですよね。どういうことかっていうと、赤い四角に注目してほしいんですけど、左下の赤のところに注目すると、横軸がデータの個数なんで、まだデータの個数はそんな大きくないよと、小さいよみたいな時にデータが1個増えると計算量も1マス上がってますと。逆に今度右の方を見てみると、もっとデータが結構増えてきたぞと、すでにあるデータが増えてきたぞと、でそこからデータが1個増えた時にやっぱり1マス上がってるとっていう感じで、めちゃめちゃすでにデータ量があるところにデータ1個追加した時にどんくらいコストがかかるかっていうのは、データの型によらず一定っていうのが、まあ、こういう ON の、データの特徴っていうのは言えるんですよね。じゃあ ON の2乗だったらどうなのみたいな話になるんですけど、これ2って定数じゃんって僕最初思ったんですけど、これ定数じゃなくて次数なんで、次数は定数と扱わないというふうに思ってください。だって n×n だから、 n×n に定数ないじゃないですかっていうことなんですね。うん、はい。で、これ右肩上がりの上に曲がる曲線になってると思うんですけど、これじゃあデータの量が小さい時と大きい時比べるとこういうふうに違うんですよね。データ量がそもそも少ない時にデータが1個増えてもあんだけしか増えないけど、そもそもすでに結構データ量があるところにひとまずデータ量が増えるだけでぐーっとこう暴力的に計算量が増えちゃうみたいな感じになると。そういう特徴がある計算量がこう ON の2乗なんだなっていうのが分かると思います。で、 O1 だったらずっと計算量変わらなくて嬉しいねって感じで、あと O ログ N ってのがあって、これなんかログの計算とかしなきゃいけないのとか思うかもしれないですけど、しなくていいです。こういうふうに右、下に曲がる直線になってると、下に向かって曲がる、右肩上がりなんだけど曲がり方がだんだんこう緩やかになっていくみたいなグラフになって、これちょっと嘘ついてるのは原点の右通ってるから、データが0個の時計算量マイナスになってて嘘ついてるんですけどそれはともかくとして、こういう、ログ N の場合はこういうグラフを書くよってことが分かってれば、逆ですよね。データそもそも今あるデータがの量が少ない時に一マス増えるとあんだけ増えるけど、すでにもう結構たくさんデータがあるよっていう状態の時にデータが一マス増えても計算量そんなに増えないと。なんで、まあ、そういうふうに、特徴が分かりますよねと。オーダー法っていうのは別にその正確な計算量が知りたいとかそういう時に使えるものではないんですよ、実際。ただデータの量に応じてどれくらい計算量が増えるのかなっていうことをざっと知るためにはすごいいい指標で、例えばだから、めちゃめちゃデータ量が増えることが、分かってるようなところに ON2 乗みたいなデータ構造とか使っちゃうと、これは死ぬねみたいなことは分かるし、そうですね、うん、これは ON なんで、まあ、データが増えれば増えるだけ、まあ、その分だけ処理にかかる時間も増えちゃうけど、まあ、でもそんな暴力的に増えるわけじゃないから問題になるまでは放置でいいかとか、そういう判断っていうのはこのオーダー法が分かってれば、で自分で計算する必要ないんで、
計算してできた方がいいんだけど、自分で計算する必要ないんで、大体なんかドキュメントとかにこの操作の計算量は O いくつですか書いてあるから、でそれ見た時にそのイメージができればそれでいいんですよ、我々文系プログラマーは。はい、そういう判断には使えますと。時間がないな。で、計算量の話ができたんで、データ構造の話にちょっと戻るんですけれども、さっき見た連結リストっていうのは、データが N 個あったら N 回たどんなきゃいけないって ON だったと。まあ悪くないねと。でもそれが O ログ N だったら嬉しくないみたいな話っても出てくると思ってて、でそこでエントリーナンバーさ、二分岐っていうデータ構造があるんですね。でさっき連結リストもその自分自身の値と後ろの値に対する参照を持つみたいな感じでしたけど、二分岐も似てて、自分自身の値と自分より小さい値を持つノードへのノードはこれ、要素1個のノードっていうんですけど、自分より小さいのに対する参照を持つノードと自分よりでっかいのに持つノードに対する参照を持ってると。でこれだけ見てもちょっとイメージつかめないと思うんで、実際に二分岐がどういうふうに成長していくのかっていうのを見てみましょうと。まず空の二分岐を作ります。さっきリスト、各要素と、それをまとめるためのリストっていうのを作ってましたけど、連結リストの時は二分岐も同じように、各ノードをまとめるためのツリーっていう、やつを作りましょうと。で最初のノードのことをルートってよく呼ぶんで、ここでもルートってやっておきますけど、まあ、ルートが空のハッシュバリューを作ってあげると、最初にでこれが空の二分岐ですと。でそこに最初の値、たまたま最初の値が4だったとしましょうと。で4を追加するときにまずルートノードを見に行きますと。ルートノードを見に行くと空っぽでしたと。空っぽだったらしょうがないよね、じゃ新しくノードを作ろうと。ノードを作って、そこに対する参照を貼ってあげると。まあ、メモリ上はノードが1個増えたよねって感じですね。で左に出る参照枝っていうんですけど、左に出る枝と右に出る枝があるよと。で、変数の方を見るとスモーラーっていう枝とラージャーっていう枝があるよっていう状態になりますと。じゃあさらに2っていう値を追加しましょう。そうするとまずは、ルートから見ていって2と4を比べますと。2と4を比べると2の方が小さいですねと。小さいんでスモーラーの方の枝を見に行きましょうと。そうするとそこが空なんで新しくノードを作りますと。でその時に、4のスモーラーの方に新しく作ったノードに対する参照を貼ってあげると。で同じように6を追加しますと。そしたら今度は4と6だったら6の方が大きいんで大きい方の枝見に行って空なんで新しく作りますと、ね、でもちろん、メモリ上に新しいノードが生まれていますと。さらに3を追加するときにまずルート見に行って3と4だったら3の方が小さいんで、そっちのスモーラーの方の枝をたどりますと。そうするとそこにはすでにノードがありましたと。そしたらもう一回比べます。2と3比べたら3の方が大きいから、ラージャーの方の枝をたどりますと。でそこが空っぽだったんで新しいノード作ると。で新しくメモリに3っていうノードができてますよと。まあ、こんな感じですね。まあ、こういうふうに増えていく感じのデータ構造が二分岐なんですけど、これ面白くって、さっきは連結リストの時って例えば、その連結リストの中に1っていう値があるかないかなっていうのを調べるときに、全部のあるいは1がいくつあるかなとか調べるときに全部こうバーって調べなきゃいけなかったんですけど、二分岐からじゃあ今回1を探してみましょうと。人間だったらパッと見てないってわかるんですけど、コンピューターはそこまで頭良くないんでルートから辿っていきますと。1と4を比べると1の方が小さいんで小さい方の枝を見に行きますと。で2と1比べると、1の方が小さいんで小さい方の枝を見に行きますと。そうすると1ってのはなかったということで、これでなかったことが分かりましたねと。で連結リストの場合ってその全部見なきゃいけなかったんだけど、今回って4つ要素があるにもかかわらずルートと2これしか見てないんですよね。でこういうふうにちゃんとばらけた二分岐になってると、計算量が O6N になるってことが知られてまして、まあ便利ですね二分岐って感じなんですけど、今ばらけたって言ったんですけど、それバランスしてるとか言うんですけど、じゃあばらけてない二分岐ってどういうのなのっていうところがありますよね。こういうことなんですよ。最初に1が来ちゃって1追加しちゃったから、あともう全部それより大きい方につながっちゃうみたいな、これってどっかで見たようなメモリ構造ですよね。
あの最初があって次があって次があって次があってっていう、これも実質連結リストじゃねえかっていう形になっちゃう。まあ、実質連結リストで O、N じゃんと計算量で、しかもそれだったらまだしも、あの連結リストだったら、あの何もつながってない枝の部分の変数いらないんですよ。連結リストだったら枝1本しかなかったけど、2分岐になると枝2本出てるじゃないですか。で、なんでその分メモリの効率はむしろ悪くなってるぞという感じになっちゃうんですよね。ちなみに今メモリの効率が悪くなっちゃったって言ったんですけど、あのCPU がどれくらい計算しなきゃいけないかっていうのをさっきのオーダー法で表したりするのが、あの時間がどれくらいかかるかなんで時間計算量っていうし、メモリがどれくらい必要になるかっていうのを空間計算量って言ったりするんですけど、まあその辺なんか知っとくと、なんかドキュメント読むときとかに便利かなって感じです。はい、まあ、でも二分岐にはそういう結局なんかうまくバランスしてくれてないと結局意味ないねみたいな問題がありましたと。でそこに対してやっぱりすごい頭のいい人がいて、僕も B 期っていうのを初めて知った時にめちゃめちゃ感動したんですけど、あの勝手にバランスしてくれる木なんですよ。そんなこと可能なのって感じなんですけど、可能で、あの二分岐の場合値が1個で、枝が2本配置だと思うんですけど、 B 期の場合って値を複数個も持つんですよ、1個のノードの中に。で、枝はその値の数プラス1本プラス1本出るんですけど、それが値より左にある枝はその値より小さいやつ、右にあるやつはその枝より大きいやつっていう仕組みは二分岐と変わらないんですけど、まあ、こういうノードです。じゃあこのノードがどういうふうに木に成長していくのかっていうのをエミュレートしてみましょう。そうで、面白くて B 期って二分岐ってどんどん下に枝が伸びていったじゃないですか。 B 期って上に伸びるんですよ。どういうことかっていうと、まず空の B 期に7を追加すると、まあ、ここに7が入りますよと、まあ、これはいいですよね。でそこにさらに3を追加してみましょうと、3、7っていうふうにここが相当されてるようになってないと、あの左がちっちゃくて右が大きいっていう関係ができなくなっちゃうから、合ってるよね、合ってるね、あの左がちっちゃくて右が大きいっていう関係ができなくなっちゃうから、ここは相当しておきましょうと。はい、でさらにじゃあ3つ目の値9 を入れたりします。これ普通に満員じゃんって話になって、これが2分岐だったら普通に7の右のから出てる枝のところにぶら下がるはずなんですけど、 B 期を考えた人はちょっと頭が良すぎてこういうこと考えたんですよね。一回全員相当して並べましょう。はい、並べたらさらに今ノードが1個しかなくって、ノード1個しかないからもう入れないんでしょう、じゃあ2つに分けようぜって話になって、でちっちゃい方はちっちゃいノード、大きい方は大きいノードっていうふうに入れますと。で今もう真ん中の値の行き場がなくなったじゃないですか。これに関しては新しくノード作って枝をつなごうぜと。すごい。でちょっと見やすいように整列しますと。でこれどんどんやっていくと B 期に5を追加しました、まあ、これいいっすよね。あの枝をたどっていって入れられるところに入れると。でさらに次は6を追加しますと、満員じゃんと。全員並べて、ノード増やして、で、ちっちゃい値はちっちゃい方に、大きい値は大きい方に入れてあげると。で今5が中ぶらりになってますけど、上に空きがありますよね、7の隣なんで、ここに入れちゃうと。でこれ今ちょっと枝が変なことになっちゃってるんで、この枝をつなぎ直すと。はい、でこれちょっと今見にくいんで整列させますと、っていうふうに続けていって、10を追加しますと、ここに入りますね。16を追加しますと、そうすると結局こう満員じゃんって話になって、同じように分割して真ん中は上の方に押し付けたいと。ただ上の方は満員なんで、満員の場合は分割して、あれちょっと待って、おかしなこと言うの、満員じゃん、満員なんで満員の場合は並べて分割して、で行き場がなくなった場合、真ん中の値の行き場がなくなった場合は新しいノードを作って枝をつなぎ直すとって感じですね。今整列させましたと。でこんな感じで、下に下に伸びていくと、どうしてもバランスしなくなっちゃうことってあるんだけど、こうやって行き場がなくなっちゃった、満員になっちゃったら真ん中で分けて木を高くするっていう発想をすると、勝手にバランスしてくれるんですよね。マジでこれ最初に考えた人はド天才だなって思うんですけど、でちょっと難しいんで、B 期結構難しいんで、もしあれだったら復習してみてください。
大体分かったと思うんで、なんとなくイメージつかめたと思うんで、自分で実装してみるとなるほどってなります。で、実際じゃあこの B 機を探索してみましょう、ここから1があるかどうか探してみましょうっていう話になるとですね、さっきも言ったように枝を降りていく、木を降りていく計算って O ログ N、データが N 個あったらログ N で、計算できるんですけど、今回ってノードの中に複数の値があるじゃないですか。で、今だったら、2つスロットがあるんで、その数を M とするとですね、そこを連結リストだったら、この2つの値がね、連結リストだったら連結リストの値じゃなくて OM になっちゃうわけじゃないですか。っていうので結局、毎回毎回新しいノードに降りていくたびにその計算もしなきゃいけないんで、計算量が、O ログ N かける OM っていうふうになっちゃうんですけど、でも、もうこの、スロットの数っていうのは決まってますよね。で、しかもそんなに大きいスロットは使わないんで、まあ、事実上定数とみなしていいような数であると。っていうことになると、まあ、事実上 O ログ N で探索できて、しかも常にバランスするっていう、めっちゃ頭いいんですけど、ただですね、この B 機にも問題があって何かすいませんね、何かっていうと、例えばですね、DB とかで5以上の値が欲しいなみたいなことってあるじゃないですか。そういう時にこれって結構大変ですよね。5以上、あ、じゃあごめんなさい、じゃあ6以上いきましょうか。6以上の値が欲しいなってなった時に、まず7から辿っていって6まで行くじゃないですか。で、それより大きいものだったら1回7までこうグッてまた上がってきて、で、下に降りてって降りてってまた上がってまた降りてみたいな、そういういわゆる深さ優先探索みたいなことをやんなきゃいけなくなってきて、シーケンシャルアクセスって言うんですけど、それ連続した値をバーって読んでいきたいみたいな、シーケンシャルアクセスがすごいやりにくい構造でもあるんですよ。で、そうすると例えば DB のインデックスに、この DB ってすごいレコード数めっちゃ膨大になるし、検索早い方がいいじゃないですか。じゃあインデックスにこれ使おうぜとか言っても、じゃあ今度はシーケンシャルアクセスが遅いよ、どうすんだよみたいな話になっちゃうと。で、そこで、エントリーナンバー5番としてですね、 B プラス3っていう、B 機を改良したから B プラス3なんですけど、これがその DB のインデックスに使われてるやつなんですけど、さっき B 機っていろんな値が値がそれぞれのノードに入ってましたよね。でも B プラス3ってこういうふうに、B 機の場合って分割した後真ん中のやつを上にムーブしてましたよね。ムーブしたけど、あ、これちょっと嘘書いてる、ごめんなさい、でも原理は一緒だからいいや、ムーブしたんですけど、コピーしたりして、その一番下から一番上に行くときは真ん中でムーブするんじゃなくてコピーしてあげれば残りますよね、値が一番下に全部、で一番下のノードのことリーフって言うんですけど、でこのリーフに全ての値が詰まってるっていう B 機のことを B プラス3っていうんですけど、大体の実装でその B 機のリーフはそれぞれ連結リストみたいな感じでこうつながってるんですよ、ポインタで。でこれやるとすごい頭よくって、例えばこういうセレクトアスタフロムテーブルウェア ID が5以上じゃない、5より上みたいな、あ、これもまた嘘ついてる、赤い部分が、まあいいや、5より上みたいなやつやっていくと、まず5までバババババッと木を降りていけ、ここあれO、ログ N でレコード数が N あっても O ログ N でバババババって目的の5までは一瞬ってことじゃないけど一瞬で降りてこれると。でそっからそれより大きいやつ全部読みたいみたいになったら、そっからもう横にバーって読めばいいと。これ考えるとめちゃめちゃ頭いいなって感じですけど、まあ、こんな感じで、だからこれが DB の、よくインデックスに使われる、あと B プラス3ってまあハードディスクのブロックサイズとかそういうところに関してもちょっといろいろあるんですけど、まあ、それデータコード直接関係ないんで今日は、バッサリカットですみたいな感じですと。で、これこういうこと分かってると、MySQL の InnoDB のインデックスが、InnoDB のインデックスか、InnoDB のプライマリーキーのインデックスが、あれがクラスタリングインデックスっていう仕組みになってて、うんぬんうんぬんみたいな話も、このイメージがあると、その Wikipedia とか、あるいはそのなんかブログのちょっともう B 機のことは知ってるよとか前提みたいなブログとか読んでも、あ、なるほどねってなると思うし、あとカバリングインデックスの話とか、そういう DB のインデックスの話、結構難しいんですよね、なんかデータ構造分かってないと。カバリングインデックスっ
意味がわからないみたいな、クラスターインデックス意味がわからないって感じになるんですけど、多分今これ分かった上でブログ記事読むと、あ、なるほど、そういうことかみたいな感じになれるとは思いますみたいな感じですね。で、今日 見たいなって思ってたデータ構造は大体これで、見れたんですけど、ちょっとまとめとしてですね、簡単にデータ構造と計算率見てみましたと。で、今日そんなに、難しい数式みたいなことはあんまり言わないで、基本的にイメージで捉えられるようにしたんですけど、私も普段記事読むときとか計算力考えるときにそんなに計算とかしてなくって、このイメージがあれば大体のその何だろう、大体その計算のイメージはつかめる。大体メモリがこういうふうにメモリ進行展開されていくから、あ、だからこれ払い早いんだねとか、そういうのは大体これくらい分かってれば、あとはウィキペディアとかブログとか見れば分かるんじゃないかなみたいな感じになるんですね。で、すごい大事なことを最初の方に言ってて、で、それですね、多分もう最初の方のことなんで皆さん忘れてると思うんですよね。なんで、どうしてもこれちょっと最後に言っておきたいんですけれども、11月14日に高円寺ペンギンハウスっていうライブハウスで僕のバンドライブするんで、ぜひ見に来てください。はい、ちょっとね、5分くらい余っちゃったんですけど、おしまいにさせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは少々時間ありますので、質問の時間にとさせていただきたいと思います。質問のある方は挙手をお願いします。実は参考になるお話ありがとうございました。丸山さんがですね、こういった文系で分かる計算量の話などをどのように学んだとか、参考のブログエントリーやもしくは書籍などがありましたらご紹介いただければと思います。そうですね、なんか結構バラバラと、あんまり体系立てで学んだことがなくって、結構そのバラバラと2分期くらいまでは結構すぐなんかイメージできたんですけど、あんまりこうなんか何かの本を読みましたみたいな感じではないので、何とも言えないですね。結構いろんなブログとか読みながら、ある時なんだそういうことかっていうことがあって、でそれがこうなんか積み重なって分かるようになったみたいな感じなんで、すいません、お役に立てずに。他にいらっしゃいますか。すみません、司会の私からです。はい、大丈夫です。ちょっと本題のお話ではないんですけど、丸山さんご自身の対する、はい、興味というか、はい、丸山さんご自身は文系出身ですか。そうですね、私は大学では文学部出身でして、卒論はデリダっていう思想家のみたいなことをやってました。ありがとうございました。他に質問ある方いらっしゃいますか。発表大変面白かったです。自分はあまりそういうことをなかなか勉強できなかったので、これを機にちょっと勉強したいと思います。で、こういうデータ構造のお話ではないんですけど、はい、ペンギンハウスでどのようなバンドの活動してるのが気になったんですけど、なんか YouTube とかそういうのあったりするんですか。はい、YouTube ありまして、トリオザ CMYK っていうバンドで活動してまして、今実は、私今1児の父で、最近私バンド活動に復帰したんですけど、入れ替わりで今度はドラマーがバンド活動育休中で、今トリオか4人編成のにトリオザっていう変な名前なんですけど、今3人活動でやってて、でトリオザ CMYK っていう YouTube 多分検索するとそのデュオでやってるやつとかバンドでやってるやつとか一応出てくるんで、ぜひ興味を持たれたらウィキペディアを読みながら
バックグラウンドミュージックとしてデータ構造を学ぶバックグラウンドミュージックとして活用していただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。ぜひ調べさせていただきますありがとうございます。他にはいらっしゃいますか。こちら、ありがとうございます。今日はありがとうございます。いつもブログとか読ませていただいてる。ありがとうございます。結構こういうなんていうんですか、説明されるようななんかプロセスの話とかそうですけど、ああいうの書くときのモチベーションってどんなのがあるのかなって、全然前と関係ないなってことになってしまうんですけど、はい、これってこの部分だけオフレコにできますかじゃあちょっと綺麗な言葉で言います、はい、僕自身決して頭のいい方ではなくて、やっぱりすごい苦労したんですよね。やっぱ難しい言葉で書かれてることがすごく多くて、でただ一回理解してしまうとなんだそういうことかみたいなの結構あったんで、でなんていうんですかね、やっぱり自分が文系出身だからってこともあるのかもしれないですけど、その当たり前に数学ができる人たちがだとどこでつまずくのか、なんでつまずいたのか分かんないみたいな感じになってたとなっちゃうと思うんですよね。でそれは僕がそういう環境にいるのがすごい辛かったので、もし自分がそれを分かりやすく翻訳できるんだったらそれやったら、僕結構そのパールコミュニティに育ててもらった部分があるので、それを直接は返せないんで、ペイフォワードじゃないですけど、自分がハッカーとしてはそんなにすごくないので、自分がプログラマーとコミュニティに貢献できるのはこういう方法なのかなくらい の感じ、綺麗な言葉で言うとそんな感じですありがとうございます。また後でオフレコの話ぜひ、はい、ありがとうございました。じゃあすいません、じゃあ時間になりましたので、はい、最後にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。